お疲れ様です。今日はタオルを使った太もも痩せストレッチ、一緒に美脚を目指しましょう。パーソナルトレーナーの石島です。まずは片足の裏にタオルを引っ掛けて仰向けになりましょう。タオルを引っ張って足を90度くらいに持ち上げます。もも裏の筋肉が伸びていると自分が感じるところで15秒キープしましょう。呼吸は止めずに深呼吸を繰り返します。それでは逆側もやってみましょう。逆側の足裏にタオルを引っ掛けて仰向けになりましょう。タオルを引っ張って足を持ち上げます。もも裏の筋肉が伸びたところで15秒キープ。今日はこのまま簡単バージョンと強度を上げるバージョンもやってみましょう。まずは簡単バージョン。もう片方の足を曲げた姿勢で仰向けになりましょう。このような姿勢でストレッチをすると足が上がりやすくなります。体が硬いという自覚のある方は無理のない姿勢から始めましょう。次に強度アップバージョン。タオルで持ち上げた足を90度から120度、140度というように角度を無理しない範囲で大きくしてみましょう。ご自身に合う強度でまずは左右の足を毎日1回ずつ1セット行います。慣れてきたら回数を増やしましょう。お疲れ様でした。太もも痩せストレッチのポイント教えていただけますか？はい、今回ご紹介したのはもも裏の筋肉を伸ばすストレッチです。もも裏は意識をしないと硬くなり、筋肉の動きが鈍くなりやすいパーツです。はい、もも裏の筋肉が硬くなるとどうなるんでしょうか？もも裏の筋肉が硬くなると、もも裏の動きをカバーするために前ももや横ももが太くなってしまって、太もも全体が太く見えてしまうことがあります。筋肉をしなやかにつけるために、もも裏をしっかり伸ばす習慣をつけてくださいね。はい、ありがとうございました。このチャンネルでは他にもダイエットに関わるストレッチや自律神経を整えるストレッチなどもご紹介しておりますので、ぜひチェックしてみてください。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではお疲れ様でした。